ギルドホールはアメリカ合衆国バーモント州エセックス郡の町であり、同軍のシャヤータウンである。人口は2000年国勢調査で268人だった。バーモント州の郡庁所在地の中では最小である。町の中心にある大型看板によれば、ギルドホールと名付けられた世界で唯一の町だということである。この名前は、 ギルドホールと呼ばれた広場に建てられた集会所の名前だった。ギルドホールはニューハンプシャー州にまたがるバーリン小都市圏に属している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は32.7平方マイルであり、すべて陸地である。ギルドホールの北はグランビー町とメイドストーン町、東はニューハンプシャー州のノーサンバーランド町、南は同じく、 ニューハンプシャー州のランカスター町、西はルネンバーグ町とビクトリー町に接している。バーモント州で接している町はどれも人口100人そこそこの町ばかりである。ギルドホールの気候は季節によって温度差が大きいのが特徴であり、夏は暖かいから暑くて湿度が高いことが多く、冬は寒くて時には厳しい寒さになる。ペンの気候区分によれば、湿潤大陸性気候、 略号では DFB にあたる、以下は2000年の国勢調査による人口統計データである、ギルドホール公共図書館1901年頃。ありがとうございます。